はい、こんにちは、レトスの大野です。12月30日の3問に入る前に、本日は年末ということで、年末年始の特別企画として、2回にわたって、まあ2日間にわたって動画をお伝えしたいと思います。内容は、いつから本気で勉強を始めるか、もう一つが、どのように勉強を進めていくのか、っていうところをですね、2日間にわたってお伝えしていきます。来年宅建合格するために重要なことなので、ぜひ参考にしてみてください。この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また右上にもお知らせのボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。それでは問1に入ります。当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも、正当な利益を有する第三者は、この特約に反して弁済をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、弁済することできませんので、誤りですね。当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合、正当な利益を有する第三者であったとしても、弁済することはできないんですね。そのため、誤りです。では、正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか。具体的には、例えばですね、物上保証人とか、あと借地上建物の賃借人、まあ、借家人ですね。あと、抵当不動産の第三取得者、公住員、抵当権者などです。まあ、それぞれですね、どのような人かっていうのは理解しておきましょう。個別指導の受講者様はテキストに具体例書いてありますので、そちらですね、ご確認いただければと思います。具体的なページ番号については受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、宅建業者 A は、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。丸か×かと。答えは、2週間以内ではないですね。誤りですね。×です。弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入する前ですね。に、保証協会に納付しなければなりません。なので、2週間前ではなくて、加入する前が正しいです。ちなみに、保証協会にもすでに加入していた宅建業者が事務所を増設する場合、新しく作る場合ですね。その場合は増設した日から2週間以内に分担金を納付すればいいんですけれども、初めて保証協会に加入する場合は、加入する前ですね、に納付しなければなりません。分担金の納付時期、異なってきますので注意しましょう。で、こちらが保証協会の話で、こちらが営業保証金の話です。営業保証金の場合、新規で営業を開始する場合も、事務所を増設する場合も、どちらも営業開始前に営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。今、括弧1から括弧4まで解説いたしました。この4つは重要なので、きっちり頭に入れておきましょう。ここですね、1番、2番、3番、4番。この4つですね、しっかり頭に入れておきましょう。で、問3です。宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のため、10万平米の土地について切り土または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。で、答えはこれは必要ですよね。許可を有しないって許可不要って話なんですけども、許可は必要です。なので、誤りになりますね。宅地造成等規制法の許可。まあ、これは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、もしくは宅地において土地の形質変更を行う場合なんですね。まあ、造成工事を行う場合と、まあ、いう意味です。で、この政令で定める土地の形質変更っていうのは、例えば、まあ、今回の話で言うとですね、500平米超の切り土だったり盛り土をする場合とか、まあ、そういった話です。まあ、今回は政令で定める土地の形質変更に当たります。なので、あとは、この部分ですね。宅地以外の土地を宅地にするためなのか、また宅地においてするのか。このどちらか一方に当てはまれば、宅地造成等規制法の許可が必要ということになります。そして、宅地造成等規制法でいう宅地ってどんなものかっていうと、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように供されている土地。以外の土地なんですね。今回ゴルフ場なんですよね。ゴルフ場施設だから、これ以外じゃないですか。ってことは宅地に該当するんですね。したがって、今回ゴルフ用地にするってことは、宅地にするための造成工事にはなりますので、まあどちらかには絶対に当てはまるんですよね。どちらかには当てはまります。
で、さらに政令で定める土地の形質変更、これも行いますよね。先ほどもお伝えした通り、500平米超の切り戸や盛り戸を行うというところが要件当てはまるわけです。したがって、宅地造成等規制法の許可が必要です。このあたりは論理的に答えていけば、正解できる問題なので、絶対ですね、解けるようにしておきましょう。そして、最初にお伝えをした、1本目の動画ですね。こちらのいつから本気で勉強を始めるか、この動画について、この動画の真ん中の方にリンク貼っておきます。また動画の下に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。